こんばんは、もしもです。今回ですね、こちらのダースベイダー、この携帯ですね、この携帯のテンプレ編成簡単に組んでみたんで紹介していきたいと思います。深夜なんでね、結構テンション抑えめでいきます。さあ、まずはね、このダースベイダーリーダースキルから見ていきましょう。闇闇火の同時攻撃でダメージを 70% 軽減、変身なしで 70% 軽減、結構ね条件はむずいですけど、なかなか高い軽減率ですね。で、固定1000万ダメージ、攻撃力が22倍、火の5個十字消し1個につき攻撃力が 1.5倍と、十字消しを複数組めばかなり高倍率が出せますね。本人の火力としても超覚醒に 10C がつけられるんで、10コンボして無効貫通組んで十字組んだらもうとんでもないですね。はい、で今回はね、こんな感じのパーティーを組んでいました。ドーン、76リダチェンのダースベイダーですね。今回はフレンド枠は10日にしてます。10日が25ターン変身で、リーダースキルが闇の2コンボ以上で攻撃力が18倍、4コンボ加算、3色以上同時攻撃でダメージを 70% 軽減と、なかなか相性はいいんじゃないかなと思って10日と組んでいました。この L 字を持ってるのも非常に魅力的かなと思います。で、まずね、左からノクタリアの上にアキネの武器ですね。で、ダースベイダーの上にボンタ君で、闇ファガンの上にイノスケで、伏黒めぐみの上にゲンムエンペラーで、レオナの上にシェリングフォードで、トーカの上にアキネですね。で、このパーティースキブが22で、レオナの上に溜まってるシェリングフォードを打つと4ターン遅延で、その後ね、相手が攻撃してくる時に合わせてトーカを打ってあげると1ターンね、無効がつくんで、それで1ターン稼げると、そうするとね、27ターンなんで、伏黒の上に溜まったゲンムエンペラーが打てますね。で、それを打つと計31ターン、ダースベイダーが、例えば気候上とかねで2ターン遅延されてても、一応初ターン変身できますよって感じですね。で、このゲンムエンペラー使うことによって99ターン闇目覚めができますね。これも非常にありがたいかなと思って、今回はゲンムエンペラーを採用しました。で、このパーティー暗闇雲テープは 100% で、毒 80% でお邪魔 60% ですね。イノスケのところをね、いじったりすれば、毒耐性とかね、お邪魔耐性 100% にもできそうで、毒目覚め耐性も一応ノクタリアについてます。例えばね、神秘とかだと遅延6飛んでくるんで、10日のところ遅延6にするとかね、基本的に潜在は自由ですね。今回はね、このパーティー結構全体的に HP が低めなんで、HP 盛りの潜在つけてますけど、キラーとかでも結構良さそう。で、ノクタリアでリダチェンしてる理由は、どうしてもね、闇闇火が必要になっちゃうんで、それの欠損対策ですね。あとは指伸ばし。はい、ここからね、簡単に代用紹介していきます。まずノクタリアのところなんですけど、闇のソフィーとかかな。でも基本的には欠損しやすくなっちゃうんで、ノクタリアが一番いいですけど、10日とかのね、生成で頑張って欠損しないように立ち回れれば、ソフィーとかね、セシリアとかでも大丈夫そう。で、アキネのところですね、これは一応バインドスキブ武器で、一応耐性も持ってるんでアキネにしてるんですけど、耐性がなくなってもいいよって感じだったら、別にバインドスキブ武器でも良さそう。で、ボンタ君は、雲耐性がなくなっちゃうんですけど、19ターン以内、遅延がね、一切飛んでこないダンジョンだったら、21ターン以内かな、19もしくは21ターン以内のリダチェンキャラをつけてあげましょう。ガンコラに、普通のね、母体のキャラで、18ターンリダチェンのキャラいるんですけど、ノアだったかな、あのキャラでもいいですけど、ゲンムエンペラーのね、目覚めを書き換えちゃうんで、相性としてはそんなに良くないかな。なんで、火のミアーダ武器とか、その辺がいいんじゃないかなと思います。で、闇ファガンですね。ここは結構自由枠かな。水枠兼火力枠ということで、闇ファガン採用してるんですけど、別に全色揃えなくてもいいよって感じだったら、ターン数が軽くて火力もしっかり出せるキャラ、覚醒に無効貫通を持ってるとなおいいですね。おすすめは闇ファガンですけど、別にここも全然代用は効きそうですね。で、続いてイノスケ、ここは行くダンジョンによって変えてあげてください。例えば神秘だったらペガサス武器とか豪気武器とかね、あとは普通にイノスケじゃなくてメニット武器でも良さそう。あとはスキブ武器じゃないですけど、ハドラーの武器とかね、吸収武器をつけてあげましょう。で、伏黒めぐみですね。伏黒は正直結構むずいですけど、それこそね、闇ソフィーとか、でもちょっとね、闇ソフィーとかだとターン数が5ターンなんで、どうしてもゲンムエンペラーはちょっと打ちにくくなっちゃいますね。なんで伏黒が一番いいかな。何かしら攻撃力だったりね、回復力だったり、軽いターンでデバフを上書きできるキャラを入れてあげましょう。で、ゲンムエンペラーですね。ここもゲンムエンペラーが一番望ましいんですけど、代用としてはデッドプール武器とかね、でもちょっとあれ1ターン重いんで、ノクタリア10日で1ターン耐えないといけないんですけど、あとは無課金キャラだったらサイクロン号とかいますよね。あとこれ4ターンヘイストなんですけど、2ターンヘイストでいうとアバンの武器とか、松間ガツチとかね、それもさっきと同様10日とノクタリアで1ターン耐えてあげてください。あとはヘイストじゃなくて遅延だったら五条悟とかね、3ターン以上の遅延をさせるキャラをアシストさせてあげましょう。シェリングフォード2枚にすると毒耐性が 100% になってお邪魔が 80% になりますね。なんで遅延が2回させる状況だと、シェリングフォードとかでもいいかな。で、レオナですね。ここレオナね、スキブ6なんで、最初ね、ベリアル入れようと思ったんですけど、スキブの関係で今回はレオナにしました。ここはね、スキブ6で覚醒無効回復枠だったら、例えば、アララギ君とかね、何かしらスキブ6の覚醒無効回復枠を入れてあげましょう。でもスキルターン軽いし、火力が欲しい時には、アララギ君なんかも結構いいんじゃないですかね。で、続いてシェリングフォード。ここは学園オロチですかね。でもね、そうなると毒もお邪魔も 40% になっちゃうんで、毒が結構来るダンジョンとかだと、他で補ってあげる必要が出てきますね。なんでね、耐性が減っちゃうところには注意ですかね。で、最後、アキネですね。10日についてるアキネは、バインドスキブ武器なら何でもいいですね。
まあ、持ってる人は闇リーチェの武器とかね、まあ、これも耐性減っちゃうんですけど、まあ、一応ねバインドスキブ武器だったら代用できますよって感じですね。まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、このパーティーね全体的に HP が低めなんで、まあ、もっとチーム HP 強化武器持ってもいいですね。まあ、初手バインドが来ないダンジョンとかだと、まあ、例えばねノクタリアの上についてるアキネのところを、まあ、アマージュ武器にするとかね、まあ、そういうのもいいかもしれないですね。まあ、もう片方のねダースベイダー、あのめっちゃ闇のたこ焼きがある方、まあ、あっちのリーダースキルもかなり強いんで、まあ、あっちの方のダースベイダーのテンプレも、まあ、後日ね出そうかなと思います。こんな感じですかね。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャ、アディオス。